はい今回は梅沢富美の増税に対しての鋭い正論が炸裂し注目されている件こちらを考えていこうと思います今回もよろししくお願い,いたします、まあ、この梅沢富美っていう、まあ、芸能人の方がですね、まあ、ものすごくいいことを言ったということで注目されていて、まあ、僕もそう思うんですよ。 ただあの、リスナー様にお伝えさせていただいたですね、まあ、さらにその、まあ、奥っていうか考えられると思うんで、そちらの件も触れていこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まず、どういうことかっていうとですね、 この梅沢富美男という俳優の方がテレビ番組に出た際に、ですね岸田の退職金増税に関するコメントをされたということで、そ,そちらが注目の内容なんですね。で国の税収、過去最高70兆円を超える、その中でですね岸田の諮問機関である政府税制調査会がサラリーマン増税を検討していると。でこの 何をしているのかというと、会社員の退職金の増税、通勤手当への課税を見直すということなんですね。で、この <coughs> どちらもおかしいわけですよ、退職金の増税とか、ましてやね、お伝えしましたが、通勤手当の課税とかね、で梅沢富美男がですね、自分たちがこうした経費を削減したから、こうしましょうという見,せ見本を見せないとだめだと。 自分たちは何もやらない、なんで人のものに目をつけるんだと、まあ、怒ったと、確かにね、この梅沢富美男の言う通りだと思うんですよ。で、人が一生懸命働いた退職金を、えー、そこから何が欲しいと、情けないなと、自分たちは、えー、こっちに置いといて、えー、みんなのやつを誰も動かないっていうこと言って、えー、まあ、腹の虫が収まらない様子だったということで、本当にこの梅沢富美男の言う通りなんですよ。うん、このねえ、えー、増税、えーな、謎の増税、えー、ねえ、<laughs> あの政府の税収が過去最高なので、増税する必要がないんですよ、だからこれっていうのは、当然、岸田のやってることがおかしいですが、後ろから支持が飛んでるとも取れますし、そのことも考えていこうと思うんですが、でさらに、えー、別の情報が続いておりまして、この梅沢富美男のここもですね、まあ、非常に切り口が鋭いなと思うんですが、えー、国会議員に支給されている、世界一高級と指摘されている、まあ、お金、第二の報酬と、第の報酬とわれている、 月100万円の、まあ、文書通信交通滞在費、えー、ちょっと名前が難しくて、まあ、あの文通費とかって言うんですよ。これちょっとこの後で考えていきますが、その文通費の100万は全く見直さないままあ、ね、取れるところから取ると、えー、サラリーマンに対して、まあ、ひどいことをしているということを、えーまあ、庶民の怒りを代弁したということで。 リスナー様ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、この国会議員にはですね、え特殊なあ、特殊なっていうのかな,なんか知らないけど、そういったお金がつくんですよ。で、サラリーマンの通勤手当に課税するとかって言ってるじゃないですか。え国会議員にはあ1ヶ月100万円の通勤手当があるんですね。これがおそらくこの梅沢富美男が言ってる第二の報酬というものだと思うんですが、<laughs> 月100万円も交通費かからないでしょ。で、これ多分、 文通費とか通信費とかなんかそういった名目なんですが、とにかく国会議員というのは給料とは別にね、給料とは別に月100万円の交通費が入るわけですよ。で、別にこの交通費っていうのはいちいちあの使い方を明かす必要もないっていうことで、うん、で。 この構造っていうのはどうなってるのかっていうと国会議員には月100万円の交通費が渡されるサラリーマンにはあ通勤手当に課税の、まあ、可能性が高まってるっていう話なんですがこれってどう考えても完全に議員を優遇してるわけじゃないですかで日本国民から取れるところから取るっていう構造なんで全く意味がわからないんですよね。 うん、税収が過去最高っていうのも、それで増税するのも意味がわからないし、もし本当に、えー、金が必要だっていうことであれば、その国会議員の,この交通費、文通費の100万円を見直すっていう、そういったことが必要なはずですが、そういったことはしている様子が全く、えー、ないんですよ。で、サラリーマンっていうのは、あねまあまあ、今ってほとんどもうみんなそうだと思いますけど。 サラリーマンも自営業の人も、ね、非正規雇用の人も,もうみんなそうだと思いますが厳しいわけじゃないですかで例えばサラリーマンっていうのは、えー、給料から所得税住民税社会保険料そういったものを固定資産税とかそういったものを 払ってそんななに楽な生活をしてない人が多いいはずなんですよっていうかもうほとんど9割方そうだと思いますけどもちろん僕もねリスナーさんもそうだと思いますがでサラリーマンの一つの楽しみといえば退職金っていうんですがそこにも課税の対象にするっていうことで、うん、もう意味がわからないっていうことなんですよで実際これも意見が出てるんですがやっぱり議員の金をどうにかしろっていうねでその国民 サラリーマンに対する通勤手当に課税するんだったら、議員のそのね文、えー、通費、交通費の100万円とか、そういったことをやっぱり言うんですよ。で、えー、ここからですね、ちょっとまあ話がまあ難しくなっていくんですが、実は最近というのは、このサラリーマンに対する課税、増税の話が出てるんですが、実はそれだけではないんですよ。で、この税,税制調査会のメンバーっていうのも、大学教授とかそういったもので、自分たちは金を多くもなんです やってるから国民が苦しんでるとか、国民がね、えー、それこそ節約しているとか、えー、物価高で困ってる、そんなことわからない、あるいは分かる気持ちきつもりもない、庶民の感覚などわからない、そういった者たちが、あーねこういう意味のわからないことをやっているわけですよ。で、ただ、あーさっきお伝えしましたがあこ、サラリーマンの方を課税対象としているっていうんですが、そうではないんですよね。うん、何かって言うと日本国民全員に来てるわけですよ 今っていうのはサラリーマンの方に対してあらゆる増税、課税、増税をしようとしていると。で、こちらっていうのも話題になっておりますが、2023年の秋ぐらいからインボイスっていうのが始まるっていうことで、これっていうのは個人事業主の主の方なんで、でそのインボイス、まあ、要するに実質的な増税なわけですよ。そういったものが始まることによって、 個人事業主の方も厳しくなる、だからもうみんな厳しくなるんですよ。で、えー、生活が厳しい、厳しいって言ってる中で、えー、全国民に対して今度消費税を15%にってね、意味がわからないじゃないですか、やってることがもうあのおかしいとしか思えないんですよ。で、みんな思ってると思いますが、えー、そちらをですね、えー、声を上げるところっていうのは、国民は一つしかないんで、選挙しかないんですよね。で、これ、どういうことになるのかっていうと、このまんまの状態でいくとね、今、あの、 5校5民っていうね国民負担率、まあ、50%もうほとんど超えてるんじゃないかね、6校4民になってるかとかって言われてますが、昔だったらこんな税が課税させられたら、一気が起きる話なんですよ、でもずっと国民っていうのは我慢してるわけじゃないですか、かせめて僕たちが、ね、反対の声を上げることができるのは選挙の場だけなんで、選挙に行きましょう、もうそれしか方法がありません。 前もお伝えしましたがそして考え方は人それぞれありますが自民公明維新だけには投票しない方がいいですまああともう一つ言うならば国民民主もそうですがとりあえず人民公明維新だけは投票しないことですあとは考えがみんなそれぞれで他のところに票がまあねえー、分散することがいいと思うんですけどであの何がねこの理解できないのか頭にくるのかっていう話なんですが。 まあこういったことも完全にもうおかしいとしか思わないんですが税収が不足しているからとかねそれ過去最高の税収とかその言ってることもおかしいんですが増税、増税、増税って日本国民から増税するじゃないですかでその金どうしてるんだったら海外にばらまいてるわけでしょだから本当に国民がもう声を上げないともうどうにもならないんですよ国民生活も疲弊している日本の経済も疲弊しているさらにここで増税をしたらですねもっと経済の循環が悪くなり どういう、えー、この先かというと日本国民が国内で生活できなくなる、えー、日本はですね、えー、90%以上中,中小企業ですから中小企業が倒産する、えー、そういった事態になる今そういう,もうところに来てるわけですよ。で 僕は岸田っていうのは大っ嫌いですよ。よ別に安倍も岸田も自民党も大っ嫌いですけど、別に岸田を擁護するわけではないんですが、岸田っていうのは背後に東丸教会、あるいはですね宗主国がおり、東丸教会と宗主国の支持が飛んでると思うんですよ。で、えー、そのことに従順に従う岸田っていう感じだと思うんですよ。だからまずこういった構造に気づいて、明らかにおかしいと、うん、明らかに今っていうのは、えー、日本、あるいは日本国民を潰そうとしてるんですよ。この東丸教会とかね、宗、え、主、ー、国のその意向に。だからこういいった状況に気づいて、えー声 げるってのはもう選挙しかないんでねええ、どこにいたって変わらないじゃないかって言ったら、もう悪くなっていってえ、本当にもう、あの積むだけですよ、うん、時間とともに。でそうなりたくな,な,ないわけですから、僕たちとしては。どうにか、えー、ね国民ができる権利を行使して、選挙で自民党、公明党、維新の会以外に入れる。でとにかくまず、こういうことになってるっていうことを思ってる人が多いと思いますが、こういうことを日本国民がですね、みんなで共有して、えー あの考えて一歩ずつより良いい方向に進んでいくこととが大事だと思いますこの梅沢富美男の発言というのはとてもいいと思うんですが、ちょっとその裏側というか、そちらを以前も調べたんで、えー、お伝えしてみました。あ僕たちが住んでいる日本がより良くなるために、まあ、僕も、まあ、リスナーさんも、ね、できることで、その選挙に手表を1票投じるあの、それが必要だと思います。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。